夢ラジオ第6810回、今日は令和6年9月26日木曜日です。時刻は午後10時、横浜港北、木曜の夜も更けつつありますね。港北の夜景はキラキラしていますよ。今宵もとっても素敵ですね。ランドマークタワーもライトアップ。さあ、そんな港北を見ながら、今回はソクラテスが語ったよく生きること、こんなタイトルでお話しましょう。よく生きること、ソクラテスはそれをどう考えたのか。で、リスナーの皆さんもご承知の通り、ソクラテスは自分では本を一冊も書かなかったので、彼の言動というのは後に残された人々の著作から伺うことになります。まあ、主にプラトーンですよね。で、そのプラトーンを中心とするソクラテスの描写から、その彼はよく生きることをどんなふうに語ったのか、これを浮かび上がらせましょう。ソクラテスとはよく生きること、ここまでは言われてても、じゃあどうした人っていう、こういうことですよね。よく生きるって。で、ソクラテスはお金のことを考えて、そしてこの世の地位や名声を考えて生きていっても何にもならない、無意味だよと。で、それをアテネの青年たちとの討論で浮き彫りにしていった、そういう哲学者でした。で、彼が言うそのよく生きることっていうのは、じゃあお金を離れることかと、地位や名声を気にしないことかと、それだけではない。別にお金儲けたっていいと思う。地位や名声もあって何が悪いんだと。ただそれをこだわるから、そしてそれをみんながいいと思っているから、自分もいいと思ってひたすら手に入れようとする、ひたすら気にかけて生きていく、この生き方が良くないというふうに言ってるんですよ、ソクラテスはね。そうすると、彼が語ったよく生きることとは、それはね、自分の頭で考えること、そして自分の価値観で生きていくこと、これだと私は思うんですよ。自分の頭で考えること、自分の価値観で生きていくこと、そして自分の価値観が、そのやっぱり地位や名声っていいなと、お金も素晴らしいと思うんだったら、それはそれでいいんだけど、でもその地位や名声、そしてお金がいいと思う、その根拠はって言われた時、結局はみんながいいって言ってるもんとか、結局はそれがあった方がいいってみんなが思ってるからとか、そういう理由であった場合、あんまりそれらを追い求めても意味ないんじゃないかな。これがソクラテスの主張。つまり、自分の軸を持ちなさい。自分のコア、核を持ちなさい。これがソクラテスが語ったよく生きることの意味ですね。で、そのさっきからお金または地位や名声とか、分かりやすいものでお話しておりますが、まあ、例えば私たちが思う夢みたいなもの、あるいは生きがいみたいなものも、それは実は検討に値するのであって、本当にその夢だか生きがいだかって、君が心から望んでるものなのかと、みんながいいと思ってるから、いいと思ってやしないかと。で、何度も言いますが、みんながいいと言っていて、自分もやはりそれが検討した後でもいいと思う、それなら、それは追求していいんだけど、そうじゃないんじゃないかと。ひょっとしたら自分の内側は空っぽで何にもないけど、で、みんなが思ってるそのいいというものを自分の中に素早く取り入れて、そしてそのことで自分を安心させよう、安定させようと思っていないかと。
もしそうなら、そんな君は愚か者だぞ。ソクラテスの言葉はこうですよね。自分で考えなさいと。ですから、彼が本なんか書かずに、青年と討論した。しかも、なんか見境なくと言いましょうか。しかも、老人と討論というよりは青年と討論というのは、まあ、長く生きる若い人に、自分で考えるっていう習慣を、そしてとことん定義しきってみる、定義を極めてみるっていう、その習慣を得てほしかったから、これの方が本なんか書くよりよっぽど大事なことだと。一見本を書くと、それはパーマネント、永久なものだから、ずっと残っていくので、人に影響を与える量がすごい、こう思いがちですよね。ところが、よく考えたら、その本、あるいは活字、言葉、こういう、実は本による、伝達っていうのは、ものすごく、発信者と受信者の間に、様々な、まあ、ハードルがあるわけですよ。一方、目の前の人に語りかけるっていうのは、まあ、もちろん言葉を使ってるっていうのはあるけれど、よほど直接的ですよね。そしてよほど変えやすいわけですよ。影響を与えやすいというんでしょうか。ですからソクラテスがその何百年後、何千年かのよくわからない人にどう解釈されるかもわからない言葉をね、残しておくよりは、それよりは今目の前のいる一人や二人の青年に本当に価値あるものを、価値ある姿勢を伝えられるならば、そっちの方がよっぽどいいと思って、まあ、著作という、まあ、彼によると、ソクラテスによると無駄な作業に心を煩わさなかった。それは実は、あっていい考え方。目の前の一人二人、これを本当に気づかせること、これを本当に幸福にすることの方が、なんか何百年後、何千年後かにもなんか称賛されるような、そういう言葉を残すよりもよほど価値がある。だからもしソクラテスが書物に価値があると思っていたら絶対書いていたと思うんですよ。一冊も書かなかった。それは。何にも残さなかった。目の前の一回限りで偶然で、ですぐに消えてしまうけれど、話し言葉は消えるからね、すぐに。その方がオーラも出て、意味が強く、直接的で価値が高いよ。そして彼が、ソクラテスが言っていたことは、自分で考えなさいよ、諸君。私たちも肝に銘じたいと。そういう言葉ですね。